ギャビー・カサドシュは、フランスのピアニスト。マルセイユ出身で、旧姓ロテ。有名なピアニストのロベール・カサドシュと結婚し、息子、ジャンを設ける。ジャンも、また両親を継いで著名なピアニストになった。パリ音楽院で、ルイディエメとマルグリットロンに支持し、16歳の時、ピアノで主席となる。この頃に、ドビュッシーに出会い、自分の作品を公表してもらった。 ドビュッシーのマナ娘シューシューとも親しくなったが、間もなく、彼女はジフテリアに倒れてしまう。その後、当時のフランスでは最も名誉のあったショー・パージュ賞を授与された。1921年にロベール・カサドシュと結婚し、二人でカサドシュ・デュオを結成し、ヨンテピアの作品を数多く録音した。その後は、ソリストとしても著名になり、モシコフスキー・イヤホーレ。 フローラン・シュミット、ラベルナと親交を結び、その指導のもとに作品の解釈を行った。レパートリーにはバロック音楽の作曲家やメンデルスゾーンの作品が含まれていた。教師としてはアメリカ合衆国やフォンテーヌ・ブローアメリカ音楽院、サンジャンド・リュズのモーリス・ラベル・アカデミー、ザルツブルク・モーツァルテウムで教弁をとった。 グラントヨハネセンヤオデットバラブレーグビュールビュールジェールと共にクリーブランドにロベールカサドシ国際ピアノコンクールを創立した httpww.independent.co.uk. アーツエンターテインメントアビッチリーギャビーカサドシ -1126866html ありがとうございます